皆さんこんにちは、フリースタイルプロスケーターのミッチーです。今回はステップ31の1という形で簡単な、後ろのウィールだけをスライドさせる動きをご紹介していきます。じゃあ実際にまずはやってみます。後ろのウィールだけをするという動きになります。で、サムネイルにもあるように今回はステップ31の 1,2,3 という形でこの動きを応用させていく、トリックというよりも本当に動きになってしまうんですけど、こういう動作をご紹介しますので、まずは 31-1 という形でこの後ろのウィールだけでスライドさせるっていう動きのご紹介になります。じゃあスタンスからやり方の説明をしていきます。はい、スタンスの説明です。僕グーフィースタンスなので右足が前ですね。で、左足が後ろになります。で、前足は前の椅子あたりにセットしてもらって、後ろ足はテールの位置にセットします。こんな形になります。で、ノーズを上げた時にこの後ろのウィールだけで後ろにする。もう一回いきます。こういう動きになります。で、タイミングは今言ったようにノーズを上げます。上げた瞬間に左足を自分の後ろですね、後ろにスライドさせる、スライドさせる、こういう動きになります。もう一回いきます。ノーズが上がったら左足を後ろに持ってくる。こんな形になります。まずはこの動きを、ステップ31の1という形で練習してみてください。ということで今回は終わります。それではまた。なんか今みたいに障害物を置いて練習するといいと思います。ぜひやってみてください。